幌駅前藤本の格論。動画をご覧の皆さん、こんにちは。文章アドバイザーの藤本健一です。この札幌駅前藤本の格論というチャンネルではですね、札幌駅前作文教室代表で文章アドバイザーの私藤本健一が普段考えていることや感じていること、キャリアアップのためのポイントや文章の書き方のポイント、社会のためのキャリアアップのポイント、情報発信の仕方などをざっくばらにお伝えしていこうと、そういったチャンネルでございます。ぜひですね、二度甘えず気軽に聞き流していただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、今日のポイントはこちらです。今日のテーマはこちらです。バーン、論理的な説明の鍵は二項対立にあるわ。はい、なしっすね収録一人でやってると本当になんか虚しいわけですね。これを見ていただいている方は大変賑やかなところで聞いていただいているかもしれませんが、撮ってるのはすごい静かな場所で一人でやってると結構虚しいんですよね。こういうの続くと結構変なテンションになっちゃうという、まあそういった典型でございますけれども、今日のテーマは二項対立というところでございます。例えばですね、ここに腕時計がありますよと。この腕時計が3万5000円です。はい、この腕時計が3万5000円だとしましょう。これ高いでしょうか、安いでしょうか。さあどうでしょうか。どうです、あなたは高いと思いました、安いと思いました。はい、まあ、これ結論的に言うとですね、これを聞くとその人のですね、金銭感覚が分かるという結構きつい質問なんですけれども、これ高いと思った人はですね、はい、まあそういう人もいるわけですよね。あるいは安いって言った人もいるわけですよね。まあ結論で言うとこれですね、3万5000円でこの時計買えません。はい10倍ぐらい違うっていう、それはともかくとして、はい、嫁が誕生日プレゼントで買ってくれたんですよね。大事に大事に使っていると、そういった腕時計なんですけれども、はい、腕時計3万5000円、これが高いか、あるいは安いか、これって実はですね、これだけではわからないんですよね。まあ、例えばこれですね、グランドセイコーのなんとかってやつで、これは本来は35万円ですよみたいに分かっていると3万5000円安いみたいになるわけなんですけれども、腕時計全般で3万5000円を高いっていうか安いかっていうと、これ実はですね、それだけでは分からないですね。これ例えば昔の社会主義国においては腕時計が1種類しかありませんとか、そういう国もあるわけなんですよね。まあ、ソ連時代のですね、コンビニとか行った人が、コンビニはないのか、はい、ソ連の売店とか行くとですね、全部一種類しかないと言いますよね。洗剤は洗剤しかないと、はい、マヨネーズしかないと、はい、だからそれってその値段しかないんですよね。で、安いも高いもないっていうのがあったそうです。でもですね、今我々のスーパー行くとマヨネーズだけでもですね、味の素が作ってたり、キューピーが作ってたり、いろんな感じが作ってますよね。よくわからないブランド、ノーブランドのマヨネーズもあるわけじゃないですか。でそれぞれいろんな値段がついている。でもそれでもマヨネーズってなんとなくの平均の価格みたいなものがあるわけですよね。だからマヨネーズ1本普通のサイズのものが500円ですよ、ちょっと高いなと思うわけです。なんで高いっていうかというと、それはですね、マヨネーズっていくらぐらいっていう想定があるわけですよね。だからそれと比べて高いか安いかっていうところがあるわけですよね。これ何かというと、高い安いっていうものが実は結局の話、比較によって決まるということなんですね。はい、例えばですね、はい、腕時計が世の中1つしかありません。その腕時計は3万5000円で全部統一されていたら、高いも安いも存在しないわけですよね。でもですね、普段つけている腕時計っていうものがあったりするわけです。それが例えば1000円の腕時計をつけている人からすると3万5000円の腕時計すげえ高いと。でもですね、腕時計っていやもういっちゃあるんですよね。いやこれ怖いですよね。パテックフィリップだと3500万円の腕時計のがあったりするわけですよね。あるいはオメガとかでも、オメガロレックスとかでも350万円の腕時計もあるわけです。それをつけてる方からすると3万5000円の腕時計、え安い、それ動くのみたいな、そういうレベル、失礼な言い方ですかもしれません。そういう感覚を持つ人もいるかもしれません。でもこれって同じ腕時計です。でも高いか安いか人によって違うわけです。人によって違うのは何かというと、比較する基準が違うってことですよね。ですから例えばですね、何とかが安い、何とかが高い、これも何と比べてなのかというのが結構大事になってくるんです。例えばですね、家を建てますという場合に3500万円ですよと、これ高いか安いか、はい、一般的に考えると家ってそもそも高いんです。でも家ってそもそも高いです。サラリーマンの一生の買い物、人生における最も高価な買い物になるのが家だと言われて、でも3500万円の家っていうのも結局はそれが高いか安いかって何と比べるかと変わってくるわけですよね。マンション建てます、ビル建てますが多くは絶対かかっちゃうわけです。それより比べて3500万円の家ってすげえ安いかもしれません。あるいはですね、プレハブとかだと200万ぐらいプレハブ買えたりしますんで、それに比べれば高いと言えるかもしれません。つまり絶対的な価値って世の中に存在しないということですね。世の中には絶対のものっていうのはほぼありません。大体の全てのものは相対的なんですね。
すべての価値というものは相対的なんです。相対的ってつまり比較して何かっていうんですね。だから絶対的に安い腕時計というのは存在しないわけですね。すべての価値は相対的、いい悪いとか、美しい美しくない、綺麗汚い、綺麗汚い、良い悪い、正義悪、そういうのも実はある意味相対的なんですよね。例えば今の日本の政治、悪い悪いって言いますよね。でも多分戦争中よりはマシですよ、きっと。はい、まあ、戦争中の方が良かったでしょ、たまにいるんですけれども、何を比べるかですよね。例えばそれもですね、ありうべき理想の社会と比べて今の日本はダメだという、そういった比較の仕方もありますし、過去のどっかの一時点、明治時代に比べて今の日本は悪いとも言えるわけですね。あるいは戦争中と比べて今の日本はいいみたいに言えるわけですね。まあ、これ何かというと、今の日本の政治という、まあ、誰でも分かってそうなものでさえも、いいか悪いかって何と比べるかによってくるわけですよね。例えば今の日本の教育、ダメだダメだって言いますけれども、発展途上国で学校制度ができてないところに比べて多分よっぽどいい教育やってますよ。まあ、だからといって日本の教育が全て最高かということはないわけですよね。例えば、はい、不登校のこの子供の支援ということに関して言うと、日本の学校教育がちょっと遅れてるかもしれないし、あるいは学校教育の質というところで見ると、どっかの国よりもいいとか悪いとか言えたりするわけですよね。結局何かと比較しないと物事の価値ってわからないわけですよね。であれば適切なものと比較するっていうのが必要になってきます。以前ですね、ロジカルシンキングの動画を撮らせていただきました。ご覧いただいた方はお分かりかもしれませんが、主張には根拠がセットだと思いましたね。はい、主張には根拠とのセットが必要だと言ってました。この根拠で一番簡単な根拠って何かというと、それが比較なんですね。例えば何と比べていいのか、例えば原発を賛成するのか反対するのかも、お互い要は比較をしているわけですよね。原発があるよりもない方がいい、あるいはないよりもあった方がいいっていうのも結局比較なわけじゃないですか。だからそういう比較を明確にしていくということが大事です。ただその際にですね、必要になるのは、絶対的なものってやっぱ存在しないので、適切な相手と比較しようということですね。適切な対象と比較しましょう。例えばよくこういう説明をする人がいます。はい、はい、小学校とかでですね、ディベートの授業をやると、今犬派とか猫派とかあります。昔だと多分男の方が得か女の方が得かみたいなのやったと思うんですよ。多分今これやるとですね、ちょっと色々と問題がある、セクハラになるとか、いろんなとこあるんで多分できないと思う。犬派か猫派かみたいな話になると思います。これって例えばですね、例えば猫より犬の方がいいよ、なぜか猫の方が飼いやすいよみたいな言い方、これも犬と比べてなんですよね。まあ、例えば猫の良さをまとめた作文とか書いてもらうことがあったりするかもしれませんが、猫の良さを書いた場合も、結局猫飼いやすいよと言っても、絶対的に飼いやすい動物って多分いないんですよ。はい、あ、ちなみにですね、あらゆる動物の中で一番飼いやすいもの何かご存知でしょうか。まあ、寄生虫って一番楽なんですけども、自分ご飯食べれば勝手に食ってくれるっていう、はい、寄生虫以外で言うと、実は一番簡単な、世の中であらゆるペットの中で一番世話が簡単なのって実はヘビなんです。はい、ヘビいいっすよ。何がいいかというとですね、世話ほんといらないんです。何かというと、例えば魚屋さんとかスーパー行くと発泡スチロールでかいのありますね。あれを買ってきてヘビとかバンって入れると、入れて蓋を閉めます。まあ、熱帯のヘビとかじゃなくて日本原産のヘビだった場合は、世話あと1ヶ月1回でいいそうですね。まあ、何かと1ヶ月1回パカッと開けて、うずら、冷凍うずらとか、まあ、鶏肉でもいいんですけど、それを入れると、冷凍したやつ入れて蓋を閉めると、1ヶ月間放置で OK。 なぜかというとヘビってほとんど食べないんですよね。だから蓋開けて、1ヶ月に1回蓋開けて、あ、生きてるね、元気だねって分かったら、はい、餌を入れて糞を取り出して終わりと。はい、ということは1年間にたった12回世話するだけで生きてるのがヘビなんですよね。猫って毎日世話しなきゃいけない、大変ですよ。でも猫の良さを言うときにヘビと比較するのはおかしいっすよね。猫飼いやすい、いやだって猫飼いにくい、ヘビに比べて楽だよ、えって多分惹かれます。なぜかというと根拠があんまり適切じゃない。だからこそ比較の際は適切な対象と比較するって大事ですよね。まあ、ヘビが好きな人に対して大変失礼な言い方で本当に申し訳ないですけれども、でもヘビの好きな人とかの集まりだったら別にいいわけですよね。シマヘビの方がマムシより飼いやすいよと、そういう説明があるかもしれません。さてここまでやってきました。まあ、何かというと、論理的な説明をする際には比較をするのが一番簡単なんです。比較をすることで一番簡単に根拠を出すことができるわけですね。まあ、それをどうやって具体的にやるかというのはまた別の話になってくるんですけど、今日は抽象的なお話です。まあ、何かというと、物事を説明する際に比較をしなきゃいけないよというのがポイントですね。
で比較する際の基準を定める、そういうことによって自分の言いたい主張ができる。例えば猫っていいよって言えば、多分犬と比べて猫は飼いやすいよという主張を成立させるためには犬と比べた方がいいわけですよね。あるいはですね、懐くよっていうところで言う場合は犬と比べちゃダメなんですよね。犬の方が多分懐きますよね、猫よりも。であれば例えばヘビがいいのかな、ハムスターがいいのかな、ハムスターよりも猫の方が懐くよっていうと、まあなんかちょっとわかるかなというところになってくるんですよね。絶対的な価値は存在しません。絶対的に高いもの、絶対的に安いもの、絶対的に買いやすいもの、そういうものは存在するわけじゃないですよ。絶対的にいいもの、絶対的に悪いものは存在するわけではありません。適切なものと比較しましょうというのがポイントです。で比較する対象、これは例えば何かというと、いろんな別のものでもいいんですよね。例えば日本の話をする場合だったら、中国と比較をする、アメリカと比較をするっていうのが必要ですよね。別のものと比較しましょうというのが大事です。例えば日本の政治はあんまり良くないっていう場合、多分北朝鮮の政治と比較する人は多分いないわけですよね。なぜかというと適切な対象じゃないと思われるんですよね。だったら中国とか、アメリカとかと比較をした方がいい、あるいはイギリスとかフランスとかと比較した方がいいかもしれないですよね。別のものと比較をする、それだけじゃなくて、あと時間軸です。比較をする場合、時間軸で比較するのもありです。例えば昔の日本に比べて今の日本はいいか悪いか、はい、これも比較をする対象があるから分かるんですわけですよね。現在と過去を比較する、あるいは現在とありうべき未来と比較する、そういうのを行うことによって今の日本がいいか悪いか、そういうのも決めれたりするわけじゃないですか。だからこそですね、まあポイントです。論理的な説明の鍵は二項対立、つまり何と何を比較するかというところにありますよ。で比較する基準によって価値が変わっていきます。だから文章を書く際、説明をする際は適切な対象との比較が大事ですよね。まあ例えばA 社 B 社それぞれのどちらの会社を採用しようかみたいな、採用先のプレゼンテーションみたいな場合であれば、例えば同じ基準で比較しなきゃわからないわけですよね。だからこそ比較する基準を定める、そして適切な相手と比較をする、そうやって出てきたもので判断をするというのが一番大事になります。まあ、となれですね、論理的な説明をしようと思ったら比較というのをかなりやることになります。例えば日本の良さを言う場合であれば、例えば適切な対象と比較をするっていうのが大事ですよね。日本の教育がいいか悪いかも日本の教育だけ見ててもわからないわけです。フィンランドの教育と比べていいか悪いか、アメリカの教育と比べていいか悪いか、そういうのを比較していくのが必要になってくるわけですよね。だからこそ何か説明する際は適切な相手と比較を考えよう、これをぜひ覚えていただければと思います。ぜひです、ちょっと今回は抽象的な話になったんですけれども、ぜひですね、これをもとに私の講座ですとより説明を詳しくしていきますので、楽しみにしていただければと思います。こういった形で情報発信毎日やっていきますので、もっと見たいという方はいいねボタン、チャンネル登録ボタン、またプロフィール欄からメルマガ登録もできますので、お気軽にどうぞ。メルマガ毎日出しております、ぜひご覧いただきたいと思います。今回も最後までご覧いただきまして大変にありがとうございました。また見てください。それでは